第10章「新物理学の確率論的解釈」「一一般概念と基礎原理」波動力学の最初の物理学的意味づけに確率論的な考察が重要な役割を演じたことは既に認めたところである。新物理学のあらゆる予見に確率論的な性質を与える一つの一般的な原理をここに見いだすように感じるであろう。この原理は非常に新しく見え多くの古典的概念の根底を覆すものであるが 次次第次第にに物理学者の注意を吹くようになってきたこの新物理学は今日あらゆる人に受け入れられているのみならずこれを一時的なものと考えいつかはもっと古典的な概念に立ち返るものと信じていた人々にさえも受け,受け入れられているのであるこの章に述べようとするのはこのことである「物理学的量の大きさを精密に知るためには測定を行うことが必要である」という一見分かりきった概念から出発しよう。 測定を行うにはいわばこの物理学的量にはっきりとした一定の値を与える装置が必要である古典力学においてはもし適当に注意を払って行えば測定前の状態を大して乱すことなしに測定を行い得ると先天的に認めていたこの場合には測定は現在の状態を知ることにほかならず別に新しい要素を加えることはない古典力学に含まれたこの過程は挙手的範囲では正しい 普通の実験家はこの範囲では別に対して乱されることなしにその現象を定量的に研究することができる。これはその場合測定によって起こるか乱を測定する量の大きさに比べて十分に小さくできるからである。微視的な範囲ではその逆であって作用量子が存在するために測定の際にに介入してくくるるを無限に小さくすることができない。そのため一つ一つの測定が研究すべき現象を相当にか乱する。後ほど、 不確定原理の説明にボーアおよびハイゼンベルクによって用いられたいろいろな例を研究する際この概念ははっきりとする,とはっきりとするであろう今のところ次のことを注意すれば足りる測定によってその前に存在した状態のみを純粋に知り得るかどうかは決して明らかにされていない測定を行うために以前の状態からそのうちに含まれた一つの可能性を取り出し新しい状態を作ることはよくあることである。 我々はこの新しい方法によって考えられた測定の役目をはっきりと式に表すように努めようそのためには高額の古典的実験を振り返ってみるとよいここでもまた事柄を明らかにするためには光子と光波動との二重性から出発するよく行われている実験を行うことにするすなわちいろいろな光を含んだ一つの光線をプリズムまたは解説光子を用いてスペクトル分析を行う。 この場合使用した装置のためニュートン以来知られているようにその光線に含まれていろいろな単色な光は別々に分かれるプリズムによって分けられたいろいろな単色光は元の光線に含まれていたのかあるいはまたプリズムの作用によって作られたのかということは19世紀において大いに論じられたこの問いに対して人を納得させるような回答はまだ与えられていないしかし結局最も健常なことは次のように,次のように言うことである 単色光は一種潜在的的状態としてて創造にに入射光線の中に含まれているこの考えがこれから伸びようとする量子的性質の分析によって確かめられることを見よう。フリズムによる光の分散の解釈のために光子フォトンの概念を導入する。この検知よりすればプリズムの作用のため光子はその色によりいろいろの群に分けられるといえる。 すなわちプリズムは入射光線の中から赤ののの光子、青の光子、子青を取り出す。しかし非常に弱い光線を用いて光子が一つずつポツポツとプリズムに到着するような実験が考えられる各々の光子は初めの過程によって短縮光でない入射光線の波動に連関している入射してくる光子の振動数をはっきりと測定し従ってアインシュタインの関係式を用いてそのエネルギーを精密に決定することもできない。 入社する光子はそれに伴う光波のスペクトル分析中に現れるいろいろな振動数を持っているしかし光がプリズムから出るところではその作用によって単色光に分かたれた光線の中から光子を取り出すことができる。無論こうなればその光子の振動数は決定されているこの場合プリズムは光子の振動数またはエネルギーを決定する装置と考えられる。 この装置は要するに以前に存在した状態の中からその中に含まれていた一つの可能性を取り出す作用をする波動説によれば直ちに量の関係が得られる入射光線の波動はフーリエの展開によって表されその成分たる各単色光はある定まった振幅を持っているプリズムの作用は単色の構成因子である波動をその振幅を変えることなしに別々に分かれさす作用を有し入射光線のエネルギーがプリズムを出るところではフーリエの成分波動の 振幅の二乗に比例した強さでいろいろな単色光に分かち与えられるそれである一個の一行子がプリズムを通過した後あると定まった振動数を持つための確率は入射光線を風鈴に分解した時のこの振動数の強さに比例する前日の考え方は波動力学に移され一般化せられて非下に述べようとする確率の原理の起源を理解するに役立つ 前説で既に述べたように新物理学では力学上の量に各々作り方の分かった塩酸子・オペレーターを対応させるこれらの塩酸子・オペレーターは全て一時,一時でエルミットの塩酸子に属する前にも述べたことのある固有値の数学的理論によってこれらの塩酸子に固有値や固有関数を対応させることができる塩酸子はエル,メエルミット的であるので固有値は有利乗数であって 連続または不連続または両方混合で塩算子のスペクトルを形成している固有関数は一般に少なくとも基礎関数の完全な形であるすなわち任意の連続関数はこの固有関数の K として展開させることができる固有値や固有関数のこれらの性質はすでにシュルディンガーの量子化の方法におけるハミルトン塩算子の固有値や固有関数の際に知られているこの方法によれば量子化された K の取り得るエネルギー値は エネルギーに対応するハミルトン塩酸子の固有値に他ならないことになるこの考え方を一般化させると波動力学の確率論的な理論によれば量子化の原理とも呼ぶべき次のような基礎原理が認められる力学的な量の精密測定はそれに対応した塩酸子のとおりいくつかの固有値の中のある一つの値のみを与えるこの原理はあらゆる場合力学的量の取り入れる値を決定する明らかに第二の原理でこれを補足しなければならない この第二の原理は、測定の前の状態の分かっている粒子に対関して、可能な種種の値の確率、すなわち測定のいろいろな結果の確率とは何であるかを示すところのものである。ここに粒子の測定以前の状態は分かっていると考えられているが、波動力学によればある波動、プサによって表されている測定装置の測定装置の直接触れるのはこの波動である。プリズムによるスペクトル分析から類推すれば、この第二の原理を用いるべきである。 細胞を測定しようとする物理学的量に対応して固有関数による級数に分解できるこのスペクトル分析の成分の振幅の事情が可能ないろいろな値の相対的確率を与えるであろうと考えるようになるのは全く自然であるこのような第2の原理を一般化されたスペクトル分析の原理と呼んでもよいある粒子に関する力学的量の取りうる種類の値のそれぞれの確率は この粒子の波動プサがわかっているとすると、問題の量の固有関数に従い波動をスペクトル分析したとき、その対応した成分の振幅の事情に比例する。この第二の原理は、すでに述べたボルンによって提唱されたスペクトルへの分解の原理は、エネルギーなる量に適用されるものであるが、これをそれの特別な場合として含んでいることは明らかである。 この原理がまた我々の干渉の原理と呼んでいるものを特別な場合として含んでいることは前の場合ほど明らかではない。しかし今ここではっきりと説明できないがよく考えてみると一般化したスペクトル分解の原理を粒子の座標に適用すれば干渉の原理に到達する。かように全然章で波動力規格の解決のために用いた2つの原理はこの一般原理の第2の基礎工順の特別な場合として見出される。 この説で述べた2つの基礎口順は新物理学に一致する完全な確率的解決の基礎として役立つ明らかに二次的な疑問はいろいろあろうが今ここで述べるわけにはいかない確率の絶対値を得るためには固有関数と負債関数を正準化させる必要がある固有値が重なった場合すなわち縮対の場合を感情に入れて第二項順の記述を完成せねばならない しかしそれは細部のことでこの原理の全体は論理上上十分満足なように出来上がっている。今若干の読者が本書を読んで思い浮かべる講義を問題にしよう。新物理学の確率論的解釈は非常に目が見,見,見事で連絡が取れているかもしれないがどこか任いなところがないであろうかなぜこのように複雑なしかも古典力学の習慣に反した概念を探そうとするのかこれらの疑問に対しては次のように答えよう。今まで,本書で 今まで本書でその概要を紹介した確率的な解釈は今日のところ唯一の可能な方法と考えられている。それで現在のところ経験によれば量子現象の全体を波動力薬の枠内で説明し得る唯一の方法であることを述べておく他の試みを一つとして成功しなかった本書の著者はこの種の試みをいろいろ行ったが結局種々の乗り越えない困難のためそれらを放棄せざるを得なかったのでこれについては他の人よりもよく知っている。 要するに蒸気の基本過程は正しいそれはこの過程に基づいて実験に一致する統一ある理論を立てることができこのほかには可用な理論を見いだしえないからである実際あらゆる物理学上の理論は常にこの種の理由によって正しいとされるそれは物理学上のあらゆる理論の基礎として任意の向上があるがそれを用いた結果が正しければその公上は成功を収めたのである以下の説において新物理学の確率論的意味と 古典理論との間に存在する深い差異をはっきりと示しこの説で述べた原理はディラックやヨルダンなどの学者の論文で変換の理論の名のもとにもっと抽象的なもっと一般的な形を取ることを注意するにとどめようその理論の展開は非常に数学的でありここで述べるわけにはいかない、2. 不確定関係新しい力学の物理,物理学的意味は非常に興味ある重大な結果をもたらす。 これに初めて注意したのはハイゼンベルグである。これは今日不確定関係式の名の下によく知られている不等式によって数学的に示されている。ハイゼンベルグは彼の心量子力学の非交換の関係によってこの不等式の正しいことを示した。今ここで波動力学の与える像によってこの意味を説明してみよう。もし粒子の状態が常にある一つの波動をプサイで表されるとするならば、 前に述べたののの物理薬的意味の必然の結果ととして出て出くることを示そう。まず1個の自由,粒子自由粒子に伴う単色のある定まった振動数の平面波を考えようこの平面波に関しては完全に定まった運動の状態が対応するそれで運動量なるベクトルがはっきりと定まるこの状態は運動量について一つの単純な場合を構成するしたがってエネルギーについても同様であるといって説明されている。 しかし単色の平面波は全空間内で同じ振幅を持っており干渉の原理によればこの場合粒子の位置は全く不確定であってこの粒子を見いだす確率はいかなる場所においても同一であるといわねばならない。ここののののようにににに粒粒子子運動状態を完全全決定定すするるるとはその粒子の空間中における位置は全然不定にするしかしもちろんある自由粒子に伴う波動負債が単色の平面波であるのは特殊の場合である。 一般には波動を塞えば、数個の単色平面波を重ね合わせた波群を形成している。この波群の大きさはこの場合有限となることができ、粒子の位置は一層はっきりと決定される。それは、粒子は必ず波群になるところ、すなわち波動の振幅のゼロでないところに存在するからである。ここで波群をフーリエ積分に展開する数学的表現の性質が入ってくる。この性質とは、波群の大きさが小さければ小さいほど、フーリエ分解を行ったときの成分のスペクトル間隔が大きいのである。 役者中、成分を成す波長の差、従って振動数の差が大きいもっと分かりやすく言えば波群の広がりが小さいほど単色から余計遠ざかる,遠ざかる干渉とスペクトル分解の2つの原理によればある粒子の位置がよく定まればその運動状態はそれに反して不確定となる一方でうまくいけば他方で具合が悪くなるわけである終わりに極限の場合に移ろうこれはまた単色平面波の極限の場合に連関する。 そのためには大きささの無限に小さい波群を考えよう。この破群に伴う粒子の位置ははっきりと知られるしかしこの極限の場合に破群を表すにはあらゆる可能な単色平面波の集まりに関するフーリエ積分を用いなければならないこれは基本原理によれば運動状態は全然不定であるわけである要するに結論は波動力学の物理学的意味の基礎をなす原理は破群を単色平面波の重ね合わせによって表す表現の機構と連関し 粒子の位置ととと運動状態と同時にに精密に知ることはできないわけであるアイゼンベルグの不確定関係に導く推論を理解を容易にならしめるために幾分定性的に述べてきたもっと厳密に論ずればこの推論は次の結果に到達するある座標の不確定さと運動量のそれに対応する成分の不確定さとの積は常に少なくともブランクの項数 H のオーダーであるすなわち量子の 粒子のある,ある座標と運動量のそれにに対応するる成分とと同時に知ることはできないそしてこの強約の2つの量の一方の不確定さが非常に小さいならば他方の不確定さは大変に大きくなることを示している再び繰り返すが不確定関係はある粒子の状態に一方それに伴う波動を対応させ他方確率論による意味付けの一般原理を対応させることができたための必然の結果である。 しかし常実の推論によってどんな測定を行っても一つの粒子の座標と運動状態と不確定関係以上に精密に知り得ないことを示すのは必要である。そうでなければある一つの粒子の運動に常にある波動を連関させることは不可能になる。実際どんな測定もこの不確定関係に反するような結果にはならないことを示す測定方法の精密な深い解析がハイゼンバイルク及び防アによって行われた。そしてこれから示すようにその結果本質的な そそししておそらくは互いに連関した2つの不連続が存在することになる。すなわち2つの不連続とは一方作用量子と他方物質および副射光の不連続的構造とである不確定関係の許すより以上の精密さがなぜに得られないかを理解するため一つの粒子の位置を精密に決定しようとする場合を想像しよう非常に小さい空間を調べるために許された最も精密な方法は波長の短い光を用いることである。 この方法はあらゆる力学的方法よりはるかに精密であり、互いの距離が少なくとも測定に用いた波長の程度の2点を識別し得る。粒子の位置を精密に決定するためにはその精密さを希望すれば、それに応じてより小さい波長の光を用いでもならない。しかしここで作用量子は光の量子の形で介入してくる。用いる光の波長を小さくすればするほどその振動数を増さねばならず、したがって光子のエネルギーは増す。 それで講師が調査しようとする粒子に与える運動量が増す。位置を精密に決定するための測定装置は、我々を知って測定の途中に行われた運動量の交換を知ることを許さない。それで測定後の粒子の運動状態は、位置の測定が精密であればあるだけ、それだけ不確定になる。この議論を定量的にすれば不確定関係を得る。逆にまた運動状態から始めて測定を行うことも想像できる。 例えばある電子の速度をそのドップラー効果による光の散乱から決定しようとするこの場合もまた測定装置が粒子の運動状態を精密に決定しようとすればするほど測定が行われた後、粒子の位置はそれだけ不正確となり不確定が原理はこのこのとを数学的にに表してに過ぎない。今ここではボーアや,ボーやハイゼンベルクやその他の人々による数々の例を詳しく述べるのはやめよう。 それは数字や式を必要とするから。これらの例は皆不確定原理を是認するそして今日物理学者の大部分はハイゼンベルグの不等式に含まれた禁止に反するような測定装置を発見することは不可能であると認めている前の2つの章で述べた結果の哲学的意味を研究する前にまずなぜ不確定関係もっと一般的に言えば常実の確率論的解釈の一般原理が古典力学による予想と相反するものでなくかえって 第一近似として古典力学を許容するものであるかを示そう。3古典力学との一致。量子論の発展の始めからもし古典力学が厳密に正確でないならばそれは量子の存在する性であることは明らかである。言い換えるともしプランクの工数が0の値を取るならば古典力学は正確に成り立つ。古い量子論のあらゆる部門においてプランクの国体放射の理論から ボーアやハイゼンベルクの理論の極度の発展に至るまですべて高数 H の値を0に近づけるならば極限において量子論による数式は古典論による数式と一致するこの基礎的な考えは新しい力学においても成り立つ量子力学の見地よりするならば古典力学と心力学との違いは座標に対応する行列マトリックスとそれに相互なラグランジュの運動量に対応する行列との交換不可能性に原因する。 その交換による値の差は H に比例しもし H が0に近づけば消失するもし波動力学の検知を取るならば不債波の波長は H に比例しもし H が0になれば波長も0となるそれで光の波長が無限に小さいならば気化工学が用いられるのでこの場合はいつも気化工学が適用せられることを認めるであろうそれゆえ H が0に近づくならば不債波の電波方程式は常に気化工学の方程式すなわち基地の役尾方程 八神の方程式で置き換えることができるこのように新物理学と古典物理学との間には前近線的な一致があるそれで大きなスケールの現象すなわち巨視的な現象に対しては実際上古典力学がすっかり適用できる理由は容易に理解できる実際この巨,巨視的現象は力学的量の非常に大きな値を取り扱うので作用量子を全く無視し得るものと考えることができ 作用量子の存在は物理学的な測量に避けられない不精密さのために覆い隠されてしまうと考えられるこれは実際の数値を例にとってはっきりと示すけど示すこともできるすなわち十分の一ミリグラムの玉を取るとする玉が軽いので非常に都合の良い場合であるその速度が毎秒一ミリまでの精密さで分かっている場合でさえその重心の位置を 1> 10 1 20ののの乗分の1の1センチ以内の精密さでで測定できるわけであるしかし古典力学と心力学とがどうして一致するかをさらによく理解するために簡単な場合についてもっとよく研究してみよう大きな尺度の粒子の運動例えば磁場にある電この運動を古典力学の考えを用いて精密に記載し得ることは既に知られているこのことはいかにして不確定原理に一致するであろうか。 説明のの点点は次の点である。この挙手的実験の条件においては我々が直接測定できる最小の距離も最小の距離も研究すべき随伴波の波長よりもはるかに大きい我々の測定 CL よりもはるかに小さくしかも互いに波長のあまり違わない波動から成り立っている波群が存在し得ることになる。それで精密にうまく測定を行えばハイゼンベルクの不確定率に排反することなしに測定後の粒子を 測定後の粒子の状態を波の群で表すことができるこの波群は我々にとっては実際上は点である事実単色で単色と考えて良いので強指的測定の精密度ではこの粒子に確定した位置と速度等を与えることができるその上波動力学の始めから得られた結果から波群は各瞬間それに随伴する粒子に古典力学の与えるのと同一の速度で動くそれでこの点と考えても良い波群は全く古典力学における粒子のように動き 干渉の原理により、実際上の粒子は波群の中にいなければならないので、要するにその結果は実際の粒子が古典力学に従うかのようになる。上の例から明らかにわかるように、量子による不確定さを覆い隠しているのは、全く我々の虚視的測定の不正確さである。それで心力学と古典力学と比較すれば、その間の一致には根本的な困難はないようである。 量子力学という建物は古典力学の周りにできていてその中の一部として古典力学を包含しているもののように見えるこのように科学の歴史にはしばしばあることだが進歩,の進歩というものは全近法によって行われるのである4心力規約における不確定律古典力学では最初の瞬間にその規の各部の位置と運動状態が分かっていればこの規の運動は方程式によって全く決定されるかようにある粒子の 古典力学にによるるる運動は、初めののある瞬間におけるその位置と速度が分かっておれば予知できる。ある力学系の現在の数値をある,ある数だけ知ればその系の将来をはっきりと予言し得るということによって古典力学の確定率が成り立っている。特に天体力学においてこの古典力学によってもたらされた成功は非常に鮮やかなものであったのであらゆる物理学者は確定率が常に成り立つような理論物理学を組み立てようと試みた。 それで、学者の研究の対象である挙手的現象はこの要求に従わねばならず古典理論物理学は微分方程式や変微分係数の上に成り立ちいかなる物理学系もその最初の状態に関するある数個の数値から出発してその将来を厳密に計算し得るわけであった。確率を用いるような物理学のある部門においてさえ常に一つ一つの現象は厳密な確定率に従っているが ただ研究の対象である大きな現象に含まれている個々の現象の数が非常に多く配列されているので統計的方法や確率論的な概念が介入するのだと考えられていた多少とも意識されたことであるが個々の自然現象の全体的な確定論が少なくとも原理的には完全にその将来を予言し得るとするのは一種の科学的独断説となっていた新しい量子論の発展によってこの点が全く別なものに考えられるようになったこと,もことをや,やがて見るであろう。 この検知に関する古典力学と心理力学との間に存する差異を理解するためには古典力学ではある系の将来を精密に予見するためには最初の瞬間における諸条件を同時に知ることが必要であったがこのことは不確定率によれば同時に決定しえないことを注意すればよい。先にも述べたとおりある系の運動の古典的方程式を厳密に解くにはある瞬間におけるこの系の各部分の位置及び運動状態を知る必要がある。 現代の物理学の見地から見ればあらゆる形は分析すれば結局粒子の集合となるのでこの形に属するあらゆる点のある同一瞬間における位置と速度あるいは運動量を知ることが必要であろう。ここにおいて不確定率の必然の結果は明らかに精密にしかも同時に多様なものを知ることは不可能だと断言することである。もちろん高数 H の大きさの程度は我々の日常を用いる単位に比べると極度に小さいので我々の尺度の物理現象に対しては にによるる不確確定定性は無視することがができ確定論が精密に適用し得るように見えるしかし微視的な物理現象の研究においては不確定性が相当に重要になり事件の進展を確定率の要求通り記述することを禁ずるに十分となる量子物理学において確定率の認められなくなることあるいは少なくとも厳密さを失うことはその結果として確率法則の失言をもたらす。 しかし確率が介入することはここでは例えば統計力学におけるのと全く異なった意味を持っている。古典論において確率の介入する場合一つ一つの現象は精密な法則に支配されていると見なされ個々の現象を莫大な数だけ集めた全現象を統計を用いて記述するために確率が入ってくるわけであった。量子物理学においてはこれこれに反して個々の現象を記述する時に直接これに確率が介入するわけである。 この問題をよく理解するためには、心理理学の波動の助けを借りて、個々の現象の進展をいかに表すかを詳しく示す必要がある。1個の粒子について論じよう。この考えは12章に用いる方法により、容易に粒子からなる K に拡張することができる。理論物理学の目的は、ある回数だけの観測や実験の結果から、これから行う観測や実験の結果を予見することである。 古典力学においては同一瞬間にある粒子の位置と速度とを測定することが可能であるとしていたので古典力学の方程式は原則として後のある時刻において、この粒子になされた観測や測や定の結果を精密に予見し得るわけであった。これに反して心理規学においてはこの粒子の位置や速度を同時に精密に測定することは不可能になる。実験的にでき得る限り最大の注意を払ったとしても イゼンベルグのの不等式で示されたより以上の確定差を持って測定を行うことはできない。測定を行った後の粒子の状態は1つの随伴波で表されるがこの波は決して同時に一点として固まっておりしかも単色で振動が一定ではありえない。この随伴波は空間的に広がりを有する,有するか振動数の範囲に広がりがあるか一般的にはこの2つともに広がりを有するものである。 それで波動の電波の式はこの不再波の最初の状態から出発して全く新たに観測や測定を行うまでのこの波動の進行を精密に計算することを可能ならしめるそして各瞬間にもし測定を行えばこの粒子に関するある量としてある定まった値を見いだす確率が定まるもし実際に新たな観測が行われると粒子の状態に関して新しい認識を与え確率に関する状態をすっかり変更させる。 ある事件の確率の状態はこの事件についていろいろな数値が得られた時にはすっかり更新されるものだからである。それでこの新しい測定の後にはこの粒子についての我々の新しい認識を表す新しいプサイ波を算出しなければならないであろう。この章の初めに示した概念を用いれば作用量子というものが存在するので実験を行うごとに実験の前の状態と後の状態との間に精密な因果関係の存在を許さないような。 ある制御できないようなか乱が粒子の状態に引き起こされるということができるここののは作用量子の存在するるとに関係しているその訳は前説ではっきりと見たように測定に際して不確定の原因を無限に小さくさせることを妨げたのはこの作用量子の存在であったからである。2つの測定を行う間の波の進展は全くその最初の状態と電波方程式とによって決定されるものである。波の進展は 厳密にに確定論に従うわけである。しかも観測し測定している現象については確定論は決して成立するものではなく新しく観測や測定を行うごとに新しい要素が入り込み臭い波の自由な進展を妨げるハイゼンベルグはこの考えの適用の例を挙げたある粒子の位置を 2, 2度続けて測定するとする初めの測定はこの粒子の位置を空間中の小さい,小さい場所に限ることができる。 この測定のあとこの粒子に随伴する波動は空間のこの場所に限られた一連の波動群であろう。干渉の原理に反することなしにこの一連の波動は無論単色光、すなわち振動数が一定とは相当にかけ離れているがのの方程式の示すようににしててていくく。つれて広がっていくある時間後にこの粒子の位置に関し第2の測定を行えばこの粒子の新しい位置として空間における新しい小さい場所は明らかに 先の一連の波動がこの瞬間に占める場所の中にありもちろんずっと小さいであろう言い換えると波動の伝播するにつれてこの粒子の取り入れるべき位置の場が非常に早く広がり第二の測定の結果はこの場を急に小さくすることである第二の測定の後には,は初めのプサイ波が続いて広がったものよりはるかに小さい広がりを持った新しい一連のプサイ波を用いる必要がある 無論この新しいプサイハの形は確率の新しい進展の出発点となるわけである。今診療史物理学の概念が確定論の古い主張にいかに打撃を与えたかを理解せられるであろう明らかにある測定の結果すなわちある量の値を精密に予見し得る場合もある。これはこの測定の前の状態がこの量に対しある純粋な場合を成している時すなわちプサイハ さいすなわち不債関数をこの量に対応する固有関数に展開した時ただ一つの項のみになってしまう時であるこれはある一つの単色項振動数一定のの平面波に随伴する粒子についてそのエネルギーや運動量の測定を行った場合であるしかしここでは厳密に言えば確率が0ということさえもできる例外の場合である。新物理学の不確定率のこの問題をめぐっては 近年大いに論議されるところがあった。実際の量子物理学が束縛されているところの精密な確定論の放棄を必然的なものと考えることに対して、最大の嫌悪を示す物理学者も相当にある。彼らは確定的でない科学は承認できないと言いさえもした。この考えは結局量子物理学が存在し、しかもこの物理学は不確定的であるので、我々にとっては誇張されたものと思わざるを得ない。 しかし次のように考えることは全く強要されるべきことと思われる。すなわち物理学は何日かは確定論の軌道に戻ってくるだろうす。すなわち物理学はいつかは確定論の軌道に戻ってくるだろう。そしてもしそうならば物理学の今日の状態は我々の認識の不足から原子の程度の大きさの現象において確定論に追滅に沿うことを拒否されている間だけ暫時の足場を持っているものと考えることである。 微思的世界において因果律の意図をたどっていくことが事実不可能なのは粒子やや空間や時間時ななどの概念を使用するるためであるかもしれない。我々の日常の虚視的な経験から出発したこれらの概念は微思的事実の記述に応用されて用いられたのであるがこれらの概念が真実を表現するために用いられるということを保証する何者も,もなくむしろ反対である。それにもかかわらず量子物理学において本当にはっきりと見るためには 多くの根本的な改革を必要とするように考えられるが昔の確定論を完全に再び用いるよう,用るようになろうとは自分としてはありそうなこととは思われない。新物理学の進歩のもたらした唾液はあまりに深く容易に消され得ないもののように思われる最も賢明なことは明らかに次のように述べるにとどめておくことであるすなわち今日のところ量子の介入する現象の物理学はもはや確定的なものではない。5 双方関連化時間間と空間今日の物理学の進歩に際して始終重要な役割を果たしたボーアは常に深くしてしかもしばしば巧妙な研究をもって新物理学の全く独創的な進路の意味を明らかにするのに貢献するところが多かった哲学的見地から見て全く奇妙な双方性という考えを導入したのは彼である。 電子子ののののののようなものの記述は、ははああるるいい粒助助けけをを借借り、り波,波動の助けを借りて行わればならず、しかもこの2つの全く異なった全く排反的とも言うべき像が同時に併用されなければならないというこの考えから彼は出発している作用量子の存在する結果起こってくる不確定関係はこの用いられた2つの像が直接矛盾し合うことは認められないので以上のようになしえることを彼は示した。 観測によって一方の像をはっきりとさせればさすほど他方の像は必然的にぼんやりとなる。もし電子が干渉しているために十分に定まった波長を持つ時にはその場所は不明であり全然粒子としての像は対応しないことになる。逆にまた電子の場所がはっきりと定められると干渉の性質は失われ波動としての像は対応しないことになる。波動と粒子との間に絶えず争いがあると期待するわけである。がしかし構想する敵手が 一方しか存在しないので争いは決して起こるわけにはいかない電子なるものは他の物理学上基礎的なものと同じくかように両立し得ない二つの外観を持っているものでしかもその持っている性質のすべてを説明するためにはこの二つの外観を交互に主張することが必要であるこれはちょうど同時に見ることができない他の二面のようなものでしかもこのものを完全にするためには順次にこれらの面を見なければならない この2つの外観をボアは「双方的な外観」と呼びこれらの外観は一方相矛盾し合いしかも他方相補い,合う補い合うことを認めているそしてその精神においてこの双方性の意味は真の哲学的な主義として重きをなしているように見える物理学的実在をただ一つの概念を持って記述できるかどうかは結局明らかではないそれで我々は日常の経験から受けた漢字によって像とか概念とかを作り上げる 我々はこの経験からある外見を抽出しこれから出発して簡単化や抽象化を行ってある簡単な像や見たところはっきりした概念を作り上げそしてこれらをいろいろの現象の説明に役立てようとする例えばエチのはっきりと定まった粒子や明らかに単色のすなわち波長のはっきり定まった波動の観念などであるしかしボーアの言うようにこの観念化は我々の理性のあまりにも簡単化せられあまりにも融通の利かない産物であるので 事実にに厳密に適合し得ないこともあり得る。真実というものの複雑さを書き表すためにはある一つのものに順次2つあるいはそれ以上の関連化を用いることが必要なことがあるある場合には一方が他の場合には他方が最も適当であろう時には前説における純粋な場合の例であるがその中の一方だけで問題のものを記述するのに精密に適合する場合もあるであろうしかしかような場合は非常に外的なもので 一般的的には観念的な二つの像を介入させることななしには済ませないものであるこの偉大な物理学者の考えに深く立ち入るならば以上のようなことが量子物理学がボーアに霊感を与えた本当に独創的な考えの一つであろう。これらの哲学的な観念の適応範囲を物理学の領域から外に広げるように試みることもできる。ボーア自身が行ったように例えばこの双方性の観念が 生物学にうまく応用されるかどうかそして生命現象の物理科学的な面と全く生命的な面との二重の外観を理解するに役立ち得るかどうかを研究することもできるかようにしてさらにまたあらゆる観念化はそれが完全なものであればあるほど真の事実には適用され難いかどうかを調べることもできるそして卑しくも逆説的な傾向のある精神を持つならばデカルトとは反対に明らかなそしてはっきりとした観念より 以上に人ををくものはないといととうう説を指示することもできようしかしこの危険な坂の上で立ち止まり再び物理学に戻る方法が安全であろう明らかなことは我々の時間や空間の観念は相対率によって相当に深く修正されたとはいえ原子の現象の記述には精密には適用されないということである特に諸言で注意したように作用量子の存在は幾何学と力学との間に予知しえない関係を介入させる 物理学的実在に空間と時間の幾何学的な枠の中に位置を与えることの可能性はそのものの力学的なな状態に無関係ではない疑いもなく一般相対率は時空間の局所的な性質は空間における物質の配布状態に関係するものと考えるように既に我々に教えたしかし量子の介入するために要する変更はさらに本質的なもので物理,物理学的実在の運動はもはや 時空間における一本の線、世界線で表すことを許されない。運動状態を時間の進むとともに、そのものの順次にある場所を示す曲線、世界線からそのものの運動状態を決定することはもはや許されていない。我々は力学的状態は、時空間における位置から由来するものでなくて、物理学的事実の一つの独立な双方的な外観と考えざるを得ないのである。実際、我々の日常の経験から取り出した空間や時間の概念は、 大きいい。尺度の減少にしか適用されない微視的物理弱に適用する基礎概念として他の概念を置き換えねばならないそれは個々の微視的現象から我々の尺度で観測し得る現象に移っていく際全近的に時間や空間の日常を用いられた観念を見出すに至るようなそんな概念でなければならないではそれは相当に困難な仕事であるという必要があるだろうかこの仕事は可能であろうか。 一体この点で我々の日常生活の枠を構成しているものを除外するに至り得るであろうか、と自問することもできるであろう。しかし科学の歴史は、人間の精神が極度に発展し得ることを示しているのだから、決して絶望すべきではない。しかしそれにもかかわらず、我々の観念が今、述べたような方向に拡張されるようにならぬ限り、微視的な現象を多少不手際でも空間と時間の枠内に入れ込むように努力せねばならない。 そんなふうにすれば我々はある宝石をそのために作られたのではない宝石箱に押し込めようとするのと同じような骨の折れる感じを持つであろう。